菓子回りザ・サーティファイブ。この番組は菓子回りがただただ35分間好きなことを好きなように喋るだけの番組です。さあ、というところでですね、いよいよまとめ取りしていた文がなくなりましたので、コメント等々も読みながらお話ししていければなと思っている次第でございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずお話ししたいところなんですけど、まあちょっとね、この3月の末というタイミングで、まあ私の好きなラジオ番組が終了するということがこの前発表されました。で、まあ、ずっと、まあ、この「かしまわりチャンネル」も含めてコンテンツの終わり方ってどうするべきなんだろうなみたいなこととかを、まあ、結構考える機会が多かったりもしてて、まあ、お察しの通り「かしまわりチャンネル」自体も本当は終わらすべきなんじゃないのかみたいなところとかもね、実は思ってたりもしたりしていた時期がありましたけど、まあ、その辺のお話をしていければなと思います。まあ、そうですね。その好きなラジオが終わる理由っていうのは、まあ、人気がなくなったとか、スポンサーがなくなったとか、なんかそういうことではないみたい。自分たちで話し合った結果、まあ、ここで終わるべきだろうというところで終わったというようなところです。なんなら人気に関しては今もう7年8年続いている番組でしたけど、もしかしたら今が一番人気あるんじゃないかぐらいのね、感じのところでございましたが、まあ終わるというところになってましたけど、まあそう、綺麗な幕引きではありますよね。そういう意味ではね。なんかむしろその誰かに愛されて終わるっていうのは理想なのかなというふうに思いますし、まあ、BiSH、 私が好きなね、アイドルユニット BiSH も今年の6月で、東京ドームのライブをもって、終了というような形になって、まあまあその後株式会社 BiSH っていうのが立ち上がってネクスト BiSH を育てていくそうですけれども。まあ、そういう意味では一つのユニットグループ、アイドルグループとしての終わりはそこで終了というような形になるようですね。まあ、そういうところとかも考えると、まあ、皆さんの中にもね、いろいろ周りにもいろいろこう愛されたコンテンツ自体が終わっていくことってきっとあると思うんですけど、まあ、本当に多分理由は様々だと思うんですよね。何か問題が起こって炎上して辞めちゃう人もいれば、そうじゃない人もいて、まあ、こういうふうにね、人気の絶頂の中辞めていくっていうところとかもあると思うんですけど、なんか難しいですけどね、結局コンテンツ作りって、まあ、お金と直結している部分とかがあるわけですから、それこそね、スポンサーがなくなって辞めてしまうみたいなところとかも結構ある中で、まあ、そういった中で推しの番組がね、幸せな結末を迎えられてよかったなって思っているとこなんですけど、まあ、結局のところコンテンツの生き死にってのは費用対効果な部分なのかもしれないですよね。コストの部分、なんとなくですけど、まあ、ラジオ業界はね、そんなにいいお金をもらえる場所ではないですから、まあ、もちろんね、スポンサーがたくさんついてるよとかそういうことで、まあ、ある程度のっていう人たちはいると思いますけど、まあ、僕なんかもね、そんなに大きな金額もらっているわけでもなく、ただ好きだから喋ってるみたいなところとかが大きくって、もしかしたらいつその負担が、それが負担だなと思う時がいつか来るかもしれないし、それはどうなのか分かんないですけど、まあ、楽しいからね、コストの的な意味合いとして
まあ、間違ってないよねっていうところで、まあ、続けている次第でございますけれども、そういう意味ではいつ何時何が終わるのかわからない、そんな世の中ですね。だからどうなんだろうね、自分のチャンネルとかもいろんなもの、周りのものを含めて終わらせ方っていうのも考えるんですけど、なんかその死生観に近いのかな、もしかするとね。なんかそのずっとうまくいくことを考えつつも、どこかにその終わり方みたいなものっていうのは考えていかなきゃいけないなみたいなこととかもね、僕自身がいろんなものを始めるときに考える、まあ、この場合は終わるときはこんな感じだよな、そんなことを考えながらやっているわけですけど、まあ、終わる活動、就活みたいなものとかと近いでしょうか。なんかそのね、個人的にはその終わり方みたいなものっていうのは見えてないと、なかなか育てていくこと自体が難しいのかなっていうふうに思うんですよね。そのもの自体をね、コンテンツ自体を。だからその例えば自分に子供がいてとかっていうことであれば、子供が、まあ、自分がいなくなった時、死んでしまった時、その後にどう生きていけるかどうかみたいなところを考えてこう育てていくとかね、そういうのに近いのかもしんないですね。だからまあ結構この貸し回りチャンネル自体もしばらくどうしようかなってずっと考えているところでもあります。まあそんなにね、効果があるわけでもないくなってきてしまった、まあ、それはね自分自身が招いた結果ですけど、忙しくてどうしても後回しになってしまって更新ができないとかね、そういうことになっていったわけで、まあ、編集ができないとかね、そういうことになっていったっていうところなわけなので、まあ、そういう意味ではちょっとまた別の話なのかもしれないですけど、そう、まあ、だから一度始めたものを一回でやめるっていうのもなかなか難しい問題にもなってきますし、その辺って、まあ、それぞれの皆さんのお考えがあるところの中だと思うんで難しいと思いますけど、まあ、こんなね下手すると聞いてる人とか、この、ね、ラジオ自体を聞いてない人からすると、いや鹿島アントラーズの話しろよとかね、こんなことやってんだったら多分そういうふうに思ってる方もいらっしゃると思うし、それは重々承知の上です。今までそのね、鹿島アントラーズをこう取り上げているチャンネルだから応援してきたんだよみたいなね、そういう人もいるっていうのももちろん分かっているというか、まあ、それは鹿島アントラーズというコンテンツ依存のチャンネルを立ち上げたこの番組、この私、まあ、それが招いていることなので、それ自体も別に何かしらうるせえとかっていうつもりもないですし、まあそりゃそうよねっていうふうにも思ったりもするんですけど、なんだろうな、難しいんだけどその辺も、まあやりたい、別に興味がなくなったとか好きじゃなくなったとかっていうことは全く一切なくて、変わらずずっと好きなまんまですし、今期も応援しているっていうところがありますけれども、やっぱちょっとこうその優先順位の中から少しずつ、まあこのね動画更新っていうものがどうしても費用対の部分で生活していかなきゃいけないんでね、まあその生活あってこその趣味ですから、趣味が前面に出たところでお金が入ってくるわけでもないですからね、仕事しなきゃいけないんで、これはもう社会人の皆さんだったらきっとそうねって納得してくれると思いますけど、そういった意味合いとして、まあ大事だよねっていう
ものから少し離れてしまったっていうようなところですね。アンダルスの試合はもう毎試合ちゃんと見てますし、スタジアムにも行くときは、行けるときは行ってますし、応援もしてますし、で自分なりにその状況とかピッチ内の状況とかもそういう見方しかサッカー今できなくなってしまったんで、戦術的な見方的なねところとかも見ながらお話ししているわけですけど、お話ししてない、見てるわけですけど、まあそれを皆さんの前でお話しする機会がなくなってしまった、なかなか時間が取れなくなってしまったよっていうところがあるというところですね。うん、いや別にそれに興味がなくなったとか愛想つかしたとかそういうことではないです。単純にそれをアウトプットする時間がないっていうだけの話ですね。うん、いやほら生配信でやるともなると、その皆さんが見れるようなゴールデンタイムに合わせなきゃいけないよなとか、うん、あとはもし動画を出すのであれば、まあ、こういうね音声だけの配、もう頭から鼻から音声だけの配信だよって言ってて、こうやって顔出しもせずただただ喋ってベースのところに音だけはめ込んだ編集をするっていうだけでよければよかったですけど、戦術の話ともなるとね、そうもいかなくなっちゃうところありますからね。うん、準備してスタメンのメンバーのマグネット準備してとか、何話すのかまとめてとか、まあ、そういう時間も含めて、うん、やんなきゃいけないんで、そうするとまあその時間自体はかなり負担になってきてたよねっていうところですね。うん、まあだからそういうことなんですよね。なんかそれ以上今の状態だとまだまだその負担っていうところ以上のものでもなくなってしまったっていうところがあるんで、まあ、もうちょっと待っててもらうか、気長に待っててもらうかっていうところかなと思います。やりたくなくなったわけじゃなくて、やりたい気はあるんだけど、そこに割く時間がないっていうだけ、物理的な問題なだけなので、その辺はご理解いただきたいなっていうふうにも思いますし、やらなきゃいけないよねっていうのは重々分かってるっていうところですね。その辺がなかなか難しいところだと思います。皆さんも多分一度やり始めたものが長く続かなかったりとか、まあ言うて続けてきた方だとは思いますけどね。うん、なのでまあその辺のところ本当に申し訳ないなと思ってますし、応援してくださる方もまだまだいらっしゃるしっていうところで、なのでなんだろう、急がば回れじゃないですけど、鹿島ラジオとか鹿島アントラーズの鹿島アントラーズのその戦術的な配信をしてほしいなと思う方は、ぜひラジオを聞いていただいたり、この鹿島レザー35を応援していただいたりとか、なんかそういうこととかが急がば回れの一つにつながるかなとも思うので、はい、なんかそういうところもぜひ考えていただければなとは思いますね。よろしくお願いします。ぜひぜひ今後とも多分こういう形で話をしていくっていうような感じにはなると思うので、まあでもちょっとどっかのタイミングで、ね、ただまだ今季開幕したばっかりで、プレシーズンの状況と開幕戦の状況とあまりにもサッカーが違いすぎるので、どういうふうに話していくべきなのかまだ分かんない部分とかもあるっていうところと、なのでね、まあ、ちょっともう少しどういうサッカーになっていくのかみたいなところの落ち着くところまで見て、初めて戦術って話ができるかなっていうところだと思います。まあ、ピッチ上の状況がどうとかっていうところってもうね、上から見てるだけしか分かんないんで、その辺だけで判断するのもなかなかね、難しい部分っていうところもあると思いますし、まあ、引き続きちょっと見てみてどうなるかっていうところだと思いますんで、またどっかのタイミングで話すると思うんでね、それまでちょっと気長に待っていただければなと思います。
さあというところでですね、今日はそのまんまいただいていたコメントなどなどそういったところからご紹介していければなと思っております。まずですね、シャープゼロの回でコメントいただきました。ねるねる納豆さん、いつもありがとうございます。ラジオの方もね、聞いていただいて、鹿島ライフしゃべくりタイムの方も聞いていただいて、いつもいつもありがとうございます。本当に鹿島愛さんが人生で35回ぐらいやったなと思うこと教えてくださいというところでいただきました。ありがとうございます。結構難しくない？結構難しくない？35回。あ、でもそれこそ最近のところで言うと、ぼっちザラジオは35回ぐらい通して見たかもしれない。35回はまだ見てないかな。35回って結構年1ペースでやってるようなことでしょ。年1ペース。別にスタジアムに行くのも年1じゃないしね。生まれてから年1ペースぐらいでしょ。なんだろうな、35回ぐらいやったもの、難しいな。まあ、それでも多分あのボッツザラジオはこの期間だけで多分35回は通しで見てるかもしれないっていう、そういう話かもしれない。だいぶ人気なかったですけどね、あの立ち回りの動画の中では。まあ、告知も忘れてたしね、そういう意味ではね、あるかもしれないですけど。35回、なんかまた思いついたらこれコーナー化して、思いついたら話しようかなとも思います。ありがとうございます。さあ続きまして、好きなアニメベスト3とかどうでしょうということで、なりすまされたイノシシさんの方からもいただきましたんで、そっちの方でも話していきたいなと思うんですけど、好きなアニメベスト3結構難しいよな。1位はね、決まってんのよ。もうこれだよなっていう感じだと思うんだけど、1位は多分ね、人生においてっていうところで考えると、おそらくデジモンアドベンチャーだと思う、圧倒的に。うん、1位は多分そうだと思う。普通3位から発表するでしょ、こういうのって。一番最初にもうこれだけはもうトップオブトップだよねっていうのは、もう真っ先に思いついたのはそこだったな。デジモンアドベンチャーは1位でしょうね。で、2位は微妙なとこだ。どうしよっかな、難しいんだけど、なんかさ、そのさ、難しいのがアニメが面白いのかコンテンツが面白いのかみたいなところってあるじゃない。で、デジモン自体もコンテンツ自体いろいろ全体的に好きではあるんだけど、でもその中でも圧倒的にアニメが好きだったんだよね。成長した姿の映画とかも毎回毎回泣いてましたね。全6回ね、号泣しましたね。懐かしいって言っても、あれもコロナちょっと前ぐらいまでやってた感じだったっけ、確か。まあそれ別として、2位、もう直感的にパンって出てきたのがエウレカなんだよな。エウレカ、鹿島アリの
あれですね、性癖をねじ曲げたアネモネがもう真っ先に脳に出てきますね。うん、多分貸し回りの性癖をねじ曲げたアニメキャラクターは敵に言うと第3位ですけど、第1位は多分あのポケモンのムサシですね。で第2位があのいちごマシュマロのアナコッポラですね。これはすぐポンポンと出てくるな。うん、間違いない。これに関しては間違いない。俺が大体好きな声優さんとか好きなキャラクターとか知ってらっしゃる方からすると、あ、そこが根源なのねみたいなところは多分ピンとくる方多いんじゃないかなとは思いますけどね。まあもちろん林原めぐみ閣下もそうだけど、能登さんね、うん、だいぶやられましたな。いやいや、そうじゃない、そうじゃない。多分だからその好きなアニメで言うと、2位はエウレカが来て、3位がこれも微妙だな。ただ今の感じで言うとボッチザロックになるのかな。軽音と迷ったんだけど、あとシンフォギアとも迷った、あとあのルパンとかとも迷った。なんかちょっとでも好きなっていうよりは影響を受けた作品とかともまたちょっと別だと思うんで、ただ単純な好きっていう意味ではね。だからなかなかその辺は好きなアニメってすっごい難しいなと思いますけど、なんかそのさ、多分そのなんかいろいろこう考察してみる系のアニメとかって多分その違うと思うんだ。また好きとはまたちょっと別だと思うんだ。その脳死状態であの楽しめるアニメとかがきっと、うん、好きなっていうところになってくるんじゃないかなと思うんで、そういう意味では、あ、そういう意味で考えるとあれかもしんない、軽音かもしんない。うん、そしたらそうしましょう。だから菓子回りの好きなアニメベスト3、第3位軽音、第2位エウレカセブン、第1位デジモンアドベンチャーっていうことでいかがでしょうか。だからもうそうね、だから何にも考えずにただただ楽しいっていうだけで、ただただ好きっていうだけで見れるアニメ的なところの話で言うと、まあそういうところかもしれない。だから今後もこういうのいいかもしれないね。影響を受けた漫画とか影響を受けたアニメとか、そういうコーナー化をしても面白いかもしれない。参戦的なね、ベスト3、そういうのはありかもしれないですね。もうあのついでにだから菓子回りの性癖をねじ曲げたアニメキャラクターベスト3もあの発表して しちゃったところがあるんでね。第3位あのエウレカセブンからアネモネ、第2位いちごマシュマロからアナコッポラ、第1位ポケットモンスターからムサシということでね。だからムサシもう卒業なわけでしょ、ポケモンのアニメから。そう、ポケモンもね、あのサトシが主人公じゃなくなるっていうことで、そういった意味では、まあ、コンテンツ自体が終わるわけじゃないけど、まあ、一つの終わりというか節目というかになるわけですからね。なかなかな決断だと思いますよ。それこそ俺なんかよりも長く続けてる、その25年以上続けてるものに対して終止符を打つ、ピリオドを打つっていうのって相当な勇気だと思うんでね。うん、いや本当お疲れ様でしたっていう感じですし、あのアニメはまとめて見る派なので、あのサトシの最後の冒険についてもクールが終わったら全部まとめて見ようかなと思いますね。いや、それこそ、ね、自分の意思で
アニメを見ると決めて見るみたいなもので、多分ポケモンとかデジモンとかその辺のところが多分最初、それこそそのね、録画して見るっていうのも自分の意思で録画しておくみたいなところって、その辺のアニメが最初だと思うんで、他のものってね、こう流れてるとか、例えば親が子供が好きで撮っとくとか、弟とかもね、お尻かじり虫好きだったから、なんていうの、そのお母さんがさ、こう料理をする、その間うるせえから黙って見てろっていうようにさ、アニメとかをさ、こう録画しておいて、それを見せ、まあ今はね、多分 YouTube とかになるんでしょうけど、昔はね、そうもいかないからビデオにさ録画しておいて見るみたいな、見せておくみたいなものとかで、こう録画されてるアニメとかっていうのはありましたけど、そうじゃなくて、こう自分の意思でもうちょっとこの時間から俺も録画するからみたいな感じでやって選択していたアニメっていうのは、多分そのぐらい、デジモンポケモンみたいなところからだと思うんで、なんか本当そういった意味では、まあ、デジモンアドベンチャーもね、まあ、リメイクはありましたけど、そうじゃないところとしてのずっと同じ主人公がずっと続けてきたっていうところで言えば、うん、そうですね、そうかもしれない。まあコナンとかもね、あのワンピースとかもね、そうなのかもしれないけど、もうちょっと年齢がいってからなんだよな、そういうのとしては。うん、だからまあなんかそういったものがずっと続いてたっていうのもすごいことだし、なんならだって下手すると自分がその子供の頃見ていたアニメがまだまだ続いていて、で子供が生まれていたら自分の子供がそれを見ているみたいな場合もあるわけでしょ。うん、そういうことを考えるとすごいことだと思いますね。まあそれこそドラえもんとかもね、アンパンマンとかね、そういうのとかのもう比べちゃうとちょっとまた話は別になってきちゃうのかもしれないですけど、あれなんて親子3代とか4代とかの話になってくるでしょ、あれ。もう下手しい、すごい話だよね。だからそのコンテンツを続けるっていうのってすごいその根気がいることだし、多分運も必要だし、お金も必要だし、現実的な話するとね。でずっと応援してくれる人もいるし、あと多分変わらないことっていうのもものすごく大事なのかなっていう気もします。まあドラえもんなんかはね、絵とかもね、声優さんとかも変わったりもしましたし、そういうところとかでいろいろね話題にもなりましたけど、あれもその変わらないっていう、その時間自体がどのぐらいの長さあったのかみたいな、めちゃくちゃ長かったからこそ許される変化みたいなものとかも多分あるんだよね。うん、だからなんかその辺って結構人によって様々かもしれないですけど、コンテンツの中には重要な物事なのかもしれないし、重要じゃないのかもしれないし、まあちょっとわかんないですけど、今ってそれこそその短期間で変化を起こしていかないと話題に取り上げられないみたいなね、そういう風潮がちょっとこう今の世の中にはあるのかなっていうふうにも思いますしね。長い目でこうコンテンツを捉えられなくなってきているところがあったりもするんで、
その辺のところって結構難しいですけどね。まあ、何がそうさせているのかとかはちょっと、まあ、起因する部分ってよくわかんないですけど、まあ、YouTube とかね、そういったものの影響っていうのは、まあ、少なからず大きいのかなとも思いますし、まあ、それこそ今の子たちは1分間以上長いものを見れない、次から次にコンテンツ変えていくみたいなところとかね、そういうふうにも話題にもなってますから、まあ、そのぐらいの本当に分刻みのレベルで変化をつけていかなきゃいけないみたいな、なかなかシビアな話だと思いますけどね。ただやっぱり変わらない良さがあるものっていうのもコンテンツの中にはあって、そういったものもまあ変化の中で生き残っていくためには変わらないというものもね、変化の中にも大事なのかもしれないし、変わらないという変化もあるかもしれないしね、ある意味ね。だから難しいっす、そういうのは。コンテンツ自体を動かしていくっていうのはなかなか難しいと思います。だから温かい目で見る必要もあると思いますし、変わるって決めたらスピード感持って、多分思ってる以上の倍以上のスピードで変化させる、その変化のタイミングっていうのをやってあげないことには意味がなくなっちゃうのかな、変化もね。そのぐらいなんかこうコンテンツを残していく、育てていくっていうのは大変なんだなって思いますし、っていうようなね、頭にその話をして、質問コーナーの話をして、終わりにまたこの話をしてっていうね、なんかね、思った以上に綺麗なまとまり方をした自分でもびっくりしているところではありますけど、思ったよりも綺麗な終わり方、まとまり方してるなと思ってますけど、まあちょっと今後ね、自分自身も別にそんなに根気がある方でもないので、コンテンツ自体をどう生かしていくのかとか考えていかなきゃいけないなと思いますし、まあその中でこの鹿島アリチャンネル、別にあの鹿島アントラーズの話題だけじゃなくて、こういう話題を喋っていくっていうことで変化をつけたっていうところで言えば、まあそれが自分の中に長生きさせるコツの一つだったのかもしれないし、まあもしかしてこの変化がうまくいかなかったらそのままコンテンツを閉じるっていうこともあるかもしれないし、まあでも基本的に面白いか面白くないかでしか動いてないんで、今はこの喋ること自体が楽しいんで、再生回数が1回だろうが2回だろうが10回だろうが100回だろうが1万回だろうが、多分喋り続ける今のところは気持ちでいるかなっていうところですね。まあ、なので末永くよろしくお願いします。いつ終わるか分かんないけど、また何か新しいこと始めるかもしれないし、そんな感じです。はい、というところで本日はこちらで以上となります。番組の方いかがでしたでしょうか。ぜひコメント等々いただけたら嬉しいですし、あのぜひね、プレミア公開してますので、チャット欄の方でも遊んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、いい時間になってまいりました。まあ、次なるべくほぼ毎日、自分が喋ってるラジオがない時以外はあの更新していければなと思っておりますので、ぜひともね、コメント欄等々にお話しいただければと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ご唱和ください。おつまわり。